ようやく外で乗り始めることができてます。ストラーデビアンケレースのルート死闘の時に、死闘の後、体調を崩してしまい、コロナではなかったんですけど、インフルエンザのウイルスが筋肉の両足の筋肉の方に入り込んでしまったようで、大毛筋、誘拐症という合併症を併発してしまっていました。ものすごい珍しい合併症らしく、ウイルス感染から大毛筋誘拐症を併発するという確率は 5% とか、もう本当ものすごい低い確率で起こる合併症のようで、チームドクターたちも珍しさあまりに、まあやっぱ原因が分かるまで少し時間がかかっておりました。まあでもチームドクターたちの迅速な対応と検査機関、いや病院などなど、すぐに手配してくれたおかげで、まあ、なんとか自転車に乗るぐらいまで回復してきました。まあ、39度の高熱が5日間ぐらい続いてて、その後は微熱で、まあ、それと同時に両足の筋肉にもう常に激痛が走っているという、結構自転車選手、まあ、スポーツ選手からしたらものすごく不安になるような症状に襲われてました。まあ、今はこうやって自転車乗れるぐらいまで回復してきてるので、まあ一安心というところですが、未だになんか違和感というか、まあまだそんなハードなトレーニングメニューをこなしてるわけではないんですけど、まあ自転車に本当に乗れるようになったっていう程度なんですけど、まあそれでもやっぱトレーニング後は両足の頭筋、両側の頭筋にすごく熱を持ってしまっている状態で、まあ、痛みが出てないだけまだいいんですけど、まあ、少し、まあ、違和感といいますか、そういう足が常にほてってるという状態ではあります。まあ、次のレースは今未定の状態にはなってはいますが、自分のトレーニングコーチと、まあ、ドクターとこう連絡を取り合いながら、次のレースに向けて走れるようにしっかり準備していきたいと思います。まあ、でもやっぱり2週間以上かな、トレーニングがストップしちゃっていたので、まあ、今も様子を見ながらという形ですが、どうでしょう、体速で、まあ、レースを、ね、走れる状態まで戻すのに5週間、6週間はかかってはしまいますが、まあ、焦らずしっかり戻していきたいと思います。スタートの時は曇りだったんですけど、雨が降ってきちゃいました。まあね、雨の日でももちろんトレーニングはしますし、レースも雨の中でも豪雨の中でもレースは開催されます。やっぱその時に、まあやっぱいかに体を冷やさないか、まあ、常に自分の
いいコンディションを保ったまんま、あのパフォーマンスを発揮するためにはやっぱりクオリティの高いウェア、レインアイテムを、まあ、使うのが、とても重要だと思います。で今日はラファの、これはガバかな、ガバ、なんだろう、ウェットスーツのような素材で、このしっかり水を弾いてます。見えますかね。はい、これのおかげで体の芯まで冷えることなく、雨の日でも快適なトレーニング、レースがすることができます。今日はイージーライドのついでにバイクの、調整でチームのサービスコース、倉庫、チームの拠点に来てます。家から近いんですけど、まあ、今はボルタカタルーニャとか、あとなんだろう、まあ、ベルギー方面のクラシックレース、あとイタリアのコッピーバルタリーのためにみんな出払ってるので車両がほぼありません。はい、こんな感じです。バイク、ホイール、ここに全部揃う。はい、ニューバイク、まだ踏まれるのを待ってるフレームのところに全部揃って、かっこいいね、新しいキャノンデール、カラーリング2022年バージョンです。はい、南のメカも頑張ってます。撮ってる、うん、YouTube、うん、一応それ用ででも使うかどうかわかんない。GoPro 落として結構泣きそうになったんだよ。高い、見てよこれ、ここほら、ああ。しかもレンズもとでしょ、最悪よ。スーパーシックスのトレーニングバイク、カラーリングは一緒なんですけど、コンポーネントが2022年仕様、新型シマノのコンポーネント。